前科3番、893番、ちょいき太郎です。本日はガーシーの話ですね。あの、私も見ました、ガーシーのね、えー。実家にガサが入ったと。警視庁がガサ入れた。まあね、これ皆さんどう思いますかまあこれはよくある手ですよね。ちうか、もう反社、暴力団、ヤクザにやるやり方なんで、まあ警察、警視庁はもうそういうふうに見てるんでしょうね。 一般の人であんまりやらない、でもまあ、あやっぱり一番弱いとこ行くんだ、だけど、だけどですよ、まあ、要はこれは、逮捕する云々というよりも、もう嫌がらせ、もう出てこないんだったらそうするぞっていう風で、じゃあ出てこいよっていう風に思うかもしれません。で、皆さん、これ、大方見てると、ガーシーに批判的な考えや、そんなもん、あのー、書いてきてどうこう、私もそう思ったんですよ。 最初は、なんかやってることが、なんかこれ、ちぐはぐだなとか思っていたんです、でも、ちょっと待てよと、これ、調べてみて、いろんなこと考えてみな見てから、もの言わないと、今まで一般の日本の法律だけで考えたら、なんかすごい間違いを犯すような気がして、そういうような投げかけを私がしたんですよね、これ違うんじゃないか、ひょっとしたら、すごいブレンがついてて、ガーシーにこの一挙手一投足、いろいろ指導っていうか、なんかあるんじゃないかって、ここまで。 まででっって思ったんですなんすななとくそしたら私のところにねいろいろな情報が集まってきてこれはもう私がまとめたんであって正しいとは言い切れませんでもこういうことじゃないかなっていうことはあるのでちょっと聞いてほしいかなと思うんですねまず最初にこのドバイの法,法律についていろいろ助言をいただいた情報をお話ししますね。ドバイののあるるアラブ首長国連邦は宗教ベースの法律が基盤になっていることを 多数のこの日本人の方は知らないんじゃないかと思うんですね。まあ法律っていうのはもうそういう中が、あの国会が決めてなんかそうやって裁判所化っていう風なんですけど、日本人の感覚ですよ。だけどもアラブ首長国連邦はイスラム教を法律の基盤にした国なんですね。イスラム法もしくは シャリーヤ法って言うんですよね。シャリーヤ法って、発音がちょっとあ、シャリーヤ法っていう発音が違ってたらごめんなさい。呼ばれます。シャリーヤ法はイスラム教の神の教えが国の法律の基礎になっているんだそうです。はい。それでは、アラブ首長国連邦の法律を踏まえた上でガーシーに関して、まあ、 いろいろ教えていただいた情報と私自身が調べたことをお話ししたいと思うんです。あの、ガーシーはゴールデンビザ所持者との情報があるんですね。なんだこのゴールデンビザっていうふうに思うかもしれませんが、ちょっと説明しますね。まずその根拠なんですが、ガーシー自らが発言しているんですね、ここには。2022年8月5日に、論文の,あの田村アッさんの YouTube チャンネルでの対談の時にですね、ガーシー自身の発言で、まあ、ここは細かいことはこの田村アッさんの街頭の ね、動画で見ていただいた方が分かりやすいんですがゴールデンビザってなってる日本人で取った人は34人しかいないといわゆる永住権アラブの国が俺のことを守ってくれるビザ周りの人脈に勧められたら審査が通ったというようなことを言ってるんですねはいゴールデンビザが具体的に何がすごいかということなのですが要するにゴールデンビザは特権階級の永住権ですだからゴールドカードとかそういうぐらいのそんなものとは違うんですねゴールデンビザ なんではい石油になんかアラブで石油に,のにたあのあ石油がすごいっていうふうに思いますけど石油だけに頼らない経済発展を遂げたのがドバイなんですね世界中の投資を集めるために多額の投資,たし投資をした投資家にだけ発行している特別な永住権だそうです特別な永住権なのでパスポートがなくても 更新が可能なんです更新続ける限りずっとドバイに滞在できるそうですいわゆる当該の国それぞれの国のパスポートがどうのこうのとかそういうこととは違う次元なんですねこのガーシーがアラブ首長国連邦で特権階級の永住者で仮にあるならばまあ日本の警察がねどんなことを何をしようが手出しするのは まあ無理ですよね。なぜ無理かというはお話もしていきたいと思います。えー、ゴールデンビザが特殊なのはドバイのこのビジネスの成り立ちや経済発展が理由にあるんです。根底が。ドバイは世界中の富豪からの投資で成り立っています。今現在のドバイは石油に頼らないビジネスが94%です。アラブ首長国連邦が将来枯渇する石油に頼らないビジネスを何十年も推し進めた結果なんですね。今現在は 国外からのの富裕層の投資に頼っているわけなんです投資をする富裕層を守ることがドバイのビジネス発展に直結していますですから世界中からの政治的亡命者金を出せば守ってもらえると知ってドバイに集まりましたロシアからの超富豪や2006年のクーデターで失脚した、えー、元タイのですねタイ王国第31代首相のタクシーン氏の支持者たちもなんですね多くの政治的 亡命者の信用担保にドバイのビジネスは拡大したということなんですねであればこの特例を出すわけにはいかないんじゃないですかいろんなことを言われてガーシーだけ じゃあ、差し出す、本国に差し出すなんていうことしたら、今までのこの資金をこういうふうにしてきた世界中の方が、え、なんでって話になりますよね。それ違うんじゃねえのっていう方のが大きいですね。もうそこの固い約束っていうか、固いルール、ルール、そのドバイから、そういうところで成り立ってるこの仕組みを、こんなことでっていうふうには思うのは私だけではないんじゃないですかね。他の政治的亡命者との整合性が取れなくなってしまいますよね。特例を出したら、最後、金を詰めば、 守ってあげるよよというドバイのビジネスが成りり立たなくなくますよねだってみかじめ払ってるわけだからみかじめ払ってんだからケツ持ちしてくれよって話なんでそれみかじめ払ってんのに守ってくれなかったらそんなもんねって話になっちゃう一気にそんな評判が悪くない、まあ、ドバイとねヤクザを一緒にしてはいけませんけど、はい、そ,うそ,うそうじゃないですか普通に考えてではじゃあねルフィを強制総還したフィリピンとドバイのあるアラブ首長国連邦は何が違うのかっていうことあいつらはもうすぐ強制総還したじゃない まあ、いわゆるですねフィリピンは日本の開発援助の ODA を受け取っているわけですね日本の開発援助が欲しいフィリピンは日本にはまそういった意味では。 逆らえないいっててうののは、まあ、今回の件を見ても分かりますねだから犯罪者引き渡し条約がなくても、まあ、ルフィ一味を引き渡したアラブ首長国連邦は経済発展が目覚ましく日本の ODA を全く必要としてませんまあ日本とはね仲がいいとは言っても日本に面倒を見てもらってるっていうことではないですからねまあ仲が悪い国ではないですよ巨大な経済圏の一部なのでまあ別に日本がなくても経済は回っていくっていうことですねしかもアラブ首長国連邦が属して イスラム経済圏は巨大です日本の人口は約1億2000万イスラム経済圏は約20億人で世界人口の4分の1です GDP でもイスラム経済圏は約8兆ドル日本は約5兆ドルつまりアラブ首長国連邦は日本に配慮する必要は 数字の上でではないといととうことですねガーシーを、まあ、ここね、かばっているって、まあ、私の本心は、やっぱり、ベクトルは私と似てるし、なんか本当は、かわいそうだし、なんとかしてあげたいという気持ちはあるんですよ。でも、そういう言い方すると、なんだみたいになっちゃうから、そういうことは、まあ、抜きにしといてですよ。抜きにしといて、論理的に私が調べたことを言ってるわけですよ。これ集まった情報を客観的に見て、まあ、思ったことなんですね。まあ、なんかもう、これでもう、 ガーシー積んだぞともうどうにもならないぞ逮捕だどうのこうのって言ってるけど本当にそうか本当にどうにかできるのかそれは日本の法律だけで考えてて日本のルールで考えただけのことで一歩 外に出て違うルール、違う文化、違う感覚で行ったら、本当にそんなことが通るのっていう、そうやって通ると思ってて、どうにもならなかったときに、どうすんのっていうことが私は思ったんですね。まあ、イスララム教のアラブ首相国連邦にとってははですね日本は イスラムの神を信じたい国で遠い東の異教徒の国ですよね。よくよく考えたら。犯罪に引き渡し条約も交わしてません。そんな国の要請で他の政治的亡命者の信頼を失ってまでゴールデンビザ保持者のね、ガーシー仮に持っているという前提で話してますよ。を引き渡すメリットがこのドバイ、アラブ首長国連邦にあるんですかまあ、ガーシー自身の発言を信じるなら、ゴールデンビザという永住権保持者ということになりますよ。ゴールデンビザはこの アラブ首長国連邦の発展に貢献した人々に与えられる特別なビザですからガーシーも各国から集まったゴールデンビザを持った大富豪たちや政治亡命者たちと同じ扱いを受けることになりますよねまあ理由はどうであれ元国会議員なんですからねそういう意味ではまあそれがダめになったとしてもそういうことですよねだって政治的亡命者を受け入れるわけだから取りようによっては政治的亡命者になりませんこれ 国会で意見がどうのこうのこうなって、そうはなったんだけど帰れない帰、帰れない、これは日本の論理でそう思うけども、なったけど帰らないよ、こうだよって、もともとって言ったことは、世界から見たらどうなんだろう、迫害を受けたっていうふうに取れたらどうですか、ね、私はそう,いうそういう見方も出てきたらどうなんですかってことですね。ガーシーは今回の国国際指名手配をを策捜査と不を主張している ようなんですねまあそういう言い方するとそうなりますよねそうなれば広い意味では政治亡命者となる可能性はありますよね だってそういういいことじゃないですか私、ガーシー自身が自分は悪いことをしたつもりはないと、こう、こう、こうで、こういうふうで、こういうふうで、ね、日本に本国に帰ったら逮捕するって言ってるんで、これは迫害を受けているっていうことは、広い目で見たら、世界の目から見たらそうなんだ、しかも、ここですよ、本来なら話し合いとか何らかの都合もあるんだけど、旅券返納命令、どうのこうの出した、もういきなり母親のところまでガサ入れて、いや、それって。 でどうなのって今それやるところっていう話になってくると何かいじめられてるような感じになりませんかねしかもゴールデンビザ保持者ということであればアラブ首相国連邦には各国からの の政治亡命者が集まっているので政治亡命者特に多額の投資をする富裕層を保護する国なんですそうなればゴールデンビザ取得者の特権階級であるガーシーのことも他の政治亡命者たちと同じように保護するんではないんでしょうかあくまでもいただいたり調べたりした情報を元にした私の考えです間違っていたらごめんなさいねしかもここなんですよね宗教は自由ですよねわからないですけどガーシーシ自身がイスラム教にねこう なったりそう信じたりってなればますます違いますよねうんその可能性になったら今度は違うことの守る形になりますよねそうなってったらみすみすでは日本に手渡すのかという話になりますよねまあちょっと飛躍しちゃうといけないので このちょっと整理してお話ししますがガーシーはイスラム教の神聖な法律のもとゴールデンビザという特権階級の永住権を与えられているということになりますこの前提でお話ししますねそのガーシーに対して日本の警察はドバイで何ができますかっていうことですまあ行くことはいけますけど逮捕なんかできるわけないですもんねそれは違法行為になっちゃいますからね逆に諸外国の警察が日本に聞いてそこの自分たちの国の人間を逮捕したってそんなこと許されないですからね とか神聖なシャーリア法を侵害することは許されないですよね。それはそうですよね。逆だってそうですからね。であれば、日本の警察はドバイでは何の権限もないということになります。無理やり何かしたらイスラム教の冒涜反イスラム的行為につながるということにはなりますから、う闊つなことはできませんね。これはもう本当に国際問題になっちゃいますから、まあ分かりやすく言ったら、山口組の島で住吉会のルールを、ね、強要しようとするのは。 ダメですし、逆にいくらその勢力がどうこうって言ったって、山口組がな、あの関東に行って好き勝手ができるってわけじゃないですもんね。やっぱりそこはそんなわけにはいかないっていうことなんですね。だからもうヤクザの話と国際問題を一緒にしちゃいけないけど、そうやって考えれば、それはそうだってなりません。はい。だってバランスって言ったら、日本は山口組ではないですよ <laughs>。うん。 <laughs> まあ、広域指定団体ではあるけど、いや、なうん、あんまり上の方じゃないよね。<laughs> もう、こうなっちゃうと。そんなに力ないよね。一時はね、もう今はそんなことない。ちょっと落ち目だよね。どう考えたまあ、こんな言い方したらあれだけど、そうじゃないですか。まあ、それと、 なんかねインターポール云々っていう話が出てきたけどこのインターポールの国際指名手配に関してもこれいろいろな情報をいただきましたなんかねインターポールっていうとねルパン三世でなんかすごいあれみたいだけどどうもなんかねそんななんかよくでワードで出てきたのは脅迫罪ではレッドではなく出たとしてもグリーンではないかなんかレッドだとかグリーンとかなんとかっていうことを言ってるけどちょっとねそこもねどうなのかっていうのもありますそしてここがが大事なんですがインターポーポルには まあ、逮捕の権限はないですね。指名手配をして、情報提供を呼びかけるだけなんですね。日本の警察もイスラム法の下では、ほとんど何もできません。ゴールデンビザは、実質永住権なんで、母国のパスポートがなくても更新が可能なんです。つまり、ガーシーは今後ずっとドバイに滞在することができます。旅券返納命令になって、パスポートが切れようが、そんなこと、あの、強制送還みたいなことにならない。違法行為にはならない。違法にならないんですよ。だから、こういうことも、みんなほとんど知らない。私も知らなかった。日本 では、ありえないけど、世界ではそういうことがあるというですね。まあ、しかもね。ガーシーのお友達である。あの fc2 のね。高橋さん2015年に国際指名手配されておりますが、逮捕はされていません。であればガーシーも。 日本にささえ戻,戻らななけれれば逮捕されないんですよねっていう話です、ね、でまああのガーシーのね国際指名手配に関する一連のことで思うことが日本人は日本国内の法律やルールが全てと思いがち私もそう思ってました正直となんか私もちょっとねあの素人ながら法律をねかじってねなんだかんだくっちゃべってるから知ったようなねことでこんなんであんなんでって言ったけど途中あれちょっと違うんじゃないか要はは最初はガーシーシの方 がゴテゴテに回ってて日本の警察がパンパンと手を打ってこの国会でこう審議してこう除名にしてこうこうこうってやってたときにああもうもう罪だなって感じはしたけどあれちょっと待てよとそんなうかつなことするかなっていうか私はやっぱりガーシーの周りの人たちのことを思ったときにそんなぬるかないぞっていうふうに思ったんですねなんか私も一時はねドバイは世界の歌舞伎町なんてねいい加減なこと言ったりしましたけどそんなレベルじゃないですよねっていうことを気が付いてですねちょっとね 考考ええを改めてててもうう回整理して考えたっていうことなんですまあ実際ね国の数だけ法律やルールや文化があるわけで日本の司法は日本国内だけのことで一歩国外に出れば無効ですよね当然ね日本の警察も当然まあ諸外国では何の権限もないそして実は日本はほとんどの場合他国にここでは大事ですよ犯人の引き渡しを求めることはできないんですよいいですか例を挙げれば2022年に大阪府堺市で起きたブラジル人口 国籍の男性による母子殺害事件ではブラジルでの容疑者の住所は確認できており大阪府警も現地に行ってますしかし引き渡しが実現していません凶悪な殺人事件でさえ犯人の引き渡しができないんですよ はい殺人事件でも、まあ、日本がですね犯罪に引き渡し条約を結んでいるのはなんとたった2カ国アメリカと韓国だけですイギリスは120カ国フランスは100カ国アメリカは70カ国中国でもって言ったら怒られますが39カ国。 韓国は25カ国、日本はたった2カ国ですよ。なぜかわかります。これはい、日本にはこの死刑制度があるからなんですよね。そういうことも一つの要因なんです。だただ、私は死刑があの反対ということだけでは単純に言わない。まあ、今回話がちょっと変わっちゃいますが、おそらく私はこの引き渡し条約にあの他の国があれしないのは、も、ま、う、あ、その死刑。 という制度があるからだということが大きいんじゃないかというふうに思いますねまあこれが今現在の世界の現実なんです日本の司法や経産の権は世界から見れば何の意味もないんですね要するに司法制度が遅れている 大王監獄制度で警察に留置し、放置し、保釈もしない、それでほぼ99%が実刑と、まあち、違うんですけど、本当は、まあ、ゴーンさんのことで世界中からこれ、飲食を買って、まあ何でもかんでも保釈をするように、一時になりましたが、またちょっと閉めてるんじゃないですか、一時もうゆるゆるで、もう本当に何回も懲役行ってる人間を、もう簡単にあの保釈にして、またそれが犯罪を引き起こすなんて、どっちらかっていうようなことやってますけど、はい、そう実際そうなんです。 私が知ってる限りで、こんな人間を保釈したのか、そのおかげでね、殺人事件とか起きてますんでね、近いところで。えーっていうのはあります。だからまあ、外圧にはは弱いですね日本は まあそういうようなことがあるので、私もいろいろ調べた、まあこの結果を踏まえてね、だまあみ、皆さんいろんなことは言うと思います、じゃあ、ここそうなんですよ、本当に日本の警察が逮捕できるのか、じゃあドバイがこれ強制送還みたいなことできて、ドバイの方うでえ旅券返納したから、パスポート、ビザが切れてるから、向こうで逮捕するのか、さあ、ここ、見物ですよ私はまあ、好きか嫌いかって、やっぱりガーシーン同じ側の人間 <laughs> だと思ってるんで、なんとかな、なんとかな、まあお母さんの件でね、涙流し 見てる気持ちは分かり合いますよそれは違うでしょってそれやってどうするんで余計かくなになるだけじゃないですかこれうん,なんか私これやってることがこれ警察もこれどういう意向でねやってるかっていうのはなんとなく想像つきますけどこれは反社とか暴力団やくざにやってるやり方と一緒ですよ関係ない時にガサバンバン入れてってまあ本当に彼女や奥さんが打ったらそっちもとかねまあこのやり方が本当に通用するのかなっていうふうに思います以上です。